呉市交通局は、広島県呉市で、自動車運送事業、軌道事業を行っていた、地方公営企業法及び、地方公営企業法施行令、呉市交通事業の設置等に関する条例による、地方公営企業であった。呉市営バスは、2010年3月31日時点で、路線数18、乗り合い営業キロ288.3キロメートル。 2010年度の輸送人員は約1600万人を運ぶ広島県内の公営バスであった。呉市電は1967年に廃止されている。交通局の本局は広島県呉市宝町1番10号に所在していた。呉市営バス廃止に伴い広島県内から公営事業者が消滅した。乗り合い164両、貸し切り5両が在籍。 主力は三菱不装、日野自動車製。日産ディーゼル製大型 CNG ノンステップバス。日本初の日野自動車製。中型 CNG ノンステップバス。椅子図のボンネットバスも保有していた。車体塗装は白地にスカイブルーと赤。バリアフリー法的号車は配色が異なっている。過去、循環線には黄色とスカイブルーが使われていた。 1985年11月までは、イスズ BXD30 型ボンネットバスを、一般路線で使用していた。観光目的以外での運行としては、日本で最後まで、ボンネットバスを使用していた事業者である。ボンネットバスは、観光目的での運行や、広島バス祭りでの展示や保管が行われていたが、広島電鉄への経営異常時には、呉市産業部に移されることになった。 ボンネットバス以外の在籍車両のうち141両は広島電鉄へ移乗され、廃止時点での車両デザインは移乗後に広電バスのデザインに塗り替えられる。なお、移乗直後は暫定的に呉市交通局表記を広島電鉄に書き換えた上で、広電方式の車両番号を追加、正面の支障を垂れ幕で隠した状態で運行され、 社内放送も、社局名のみ差し替えたものが使用された。末期は、購入費用抑制のため積極的に中古車を導入しており、高槻市交通部、横浜市交通局、名古屋市交通局などからの購入実績がある。呉市の小村和俊市長は2010年9月8日、市議会協議会において、 市営バス事業の民営事業者への譲渡を2012年4月より行う方針を表明した。市営バスは2010年4月現在、約160台の車両と224名の職員によって運営されているが、市の一般会計から年間12から13億円程度を繰り入れており、市税の1割を市営バス維持に使われているという。利用者も、この10年間で、 約3割も減少していることから赤字解消のめどが、立たず市の財政負担削減が課題となっていた。市は、職員の給料をカットして維持する、市営維持案、一部営業所を民営事業者へ委託する、管理の順委託案、子会社化、完全民営以上の4案から検討していたが、市の財政負担の削減効果が大きく、接客水準やサービスの向上が見込めるとして、 完全民家に上腕を選択した。なお、職員は、市内田部局への配置転換や民営事業者での再雇用を協議する意向。また、路線については民営化後の2年は維持するとしている。上とする民営事業者の公募の条件として規模が、市営バスと同等以上で、県内にある事業者を条件としており、広島電鉄、中国 JR バス、 広島交通、広島バスの4社が候補となり、2010年11月上旬に事業者を募ると、広島電鉄と中国 JR バスが説明会に出席し、応募した。その後に選定委員会が書類、プレゼンテーションで審査した結果、30日の市議会、公共交通問題対策特別委員会で、異常先を広島電鉄と決定した。 ありがとうございます。